はい、ゲーです。今回は13連敗、笑えないけど笑うしかないということでね。えー、ライオンズなんですけれども、えー、今日また新たな伝説を作りました。はい。まあ、不名誉なね、えー、伝説なんですけれども,もちろんね。 はい、まあ、ロッテにね、13連敗ということになってしまいました。これはね、パリーグ新記録、さらには59年ぶりに塗り替えられたということになりました。1965年以来ということになりましてですね。まあ、本当にね、長い間塗り替えられなかった記録っていうのを新たに塗り替えるという形に、ね、なってしまいました。 まあ本当にね、今日も悔しいゲームにはなってしまって、さらには不明な記録を作ってしまったということだったんですけれども、いつも通りね、どういう試合だったのか振り返っていきたいと思います。 それでは、セーブ・イエス・ロッテ試合レポートということで、振り返っていきたいと思います。スコアは2対6でライオンズ敗戦ということになりました。まあ、これでね、昨日ロッテに負けて、さらにエスコンフィールドの3戦目を負けてということで、チームとしては3連敗という形。さらにね、ロッテには13連敗ということになってしまいました。どういう試合だったのか振り返っていきます。 今日もね、初回から試合が動きます。先発青山投手、ロッテはメルセデス投手というような投げ合いだったんですけども、青山投手、ツーアウトランナーなしから、ポランコ選手、ソド選手、連続ホームランを浴びてしまって、いきなり2点を失ってしまうという形になりました。まあ今日もそうなんですけれども、ここ最近やっぱりね、ちょっと先発ピッチャーが初回に失点をするケースっていうのは非常に多いですよね。エスコンフィールドでも菅井投手が2失点をしましたし、えー、昨日もね、隅田投手が初回ミスは絡みながらでしたが、3失点という結果になってしまった。 えー、さらにはね、えー、今日も青山投手がまたいきなりね、2失点ということで、まあ、初回に失点をししまっているっていうのもそうだし、複数失点してしまっているっていうところですよね。ここはやっぱりね、試合をね、作っていく上で大事になってくる部分だと思うし、やっぱり初回に、まあ、こういうふうにね、失点を許してしまうとですね、打線の方もね、なかなか苦しくなってくるかなというふうには思いますので、まあ、先発ピッチャーはね、ちょっと、まあ、明日は与沢投手に投げることになりますが、やっぱ初回の失点っていうところはね、ケアしていきたいところなのかなというふうに思います。 えー、さらにですね、3回の裏ですね、えー、ワンラットからまたまたポランコ選手にソロホームランを浴びまして追加点を許して3対0ということになりました。まあまたね、今日もいきなりワンサイドゲームになりそうな、まあそんな予感をさせてしまうような感じなんですけれども。 3回の時点で3対0。さらにね、ポランコ選手昨日もホームラン打っていて、今日もね、初回にホームラン、さらに3回にもホームランということでね、この時点でもう2試合で3発ということになってしまいました。青山投手、なんとか粘っていってほしいところではあるんですが、打線もなかなか点を取ることができず、4回の裏ですね、ノーワードから佐藤利也選手がレフトのフェンス直撃のツーベースヒットを放つと、 続く安田選手がね、まあ、ショート・源田選手のープレイにはなったんですが、えー、新進塁だという形になって、佐藤選手は三塁に進塁。ワンラダー、ランナー、三塁という形になります。えー、その後ね、友杉選手がインコースのまっすぐをね、詰まりながらもなんとかレフトの前に持っていって、タイムリーヒットを放ちまして、ここでね、さらに追加点を許してしまって、もう4回で4対0という感じですから、まあ、ちょっともう本当に厳しい試合の展開になってきました。 ま、初回の2点で止めてくれればいいんだけれども、やっぱこういうふうに3回4回とね、じわじわ点差を広げられてしまうっていうのがね、こう試合としては非常に流れが悪くなってしまったのかなというふうには思います。まあ、昨日はね、6点取った打線も今日はね、5回まではなかなか点を取ることができず、ま、あこのまま終わってしまうのかなというふうに思われたんですが、6回反撃を見せます。ワンラウトからヒルマ選手がセンター前ヒットを放つと、続く山村選手は倒れたんですが、 ト崎サキ選手がバックスクリーン横にツーランホームランを放ちまして、2点を返しました。まあ、久々のアップルパンチ炸裂ということでね。ここでは2点を返しましたので4対2ということになりました。まあ、6回で2点差ビハインドですから、まだまだね、7回、8回、9回で十分ね、逆転、同点のチャンスはあるのではないかと。 えー、いうところですよね。まあ、ようやくライオンズの方にちょっと流れが傾きかけたかなというところだったんですが、その直後の6回裏、買いまたぎの水上投手、先頭の佐藤選手にヒットを許してしまうと、安田選手とム選手2人打ち取ってね、2アウトまで来たんですが、 ここでね、藤原選手に繋がれてしまって、ツーアートランナー1、3塁のピンチを招いてしまいます。ここでね、まあ本当に好調の1番高部選手に回ってきてしまって、なんとかツアートランナー粘ってほしいなというところ、特にやっぱね、取ったすぐ後のイニングだから絶対に抑えてほしいところではあったんですが、しぶとく1、2塁間抜かれてしまってタイムリーになりまして、この視点で5対2ということになって、また点差が開かれてしまったという形になりました。 さらにですね、7回の裏ですね、ヤン投手がマウンドに上がったんですけれども、ワンラウトランナーなしからポランコ選手にまたまたまたですね、ホームランを浴びてしまいまして、 え、これで完全にダメ押しということになりましたね。まあ、結局2点6回に取ったんだけれども、まあ、6回の裏、7回の裏でまた2点取られてしまっているのでね、結局これじゃ意味がないですし、まあ、終盤になっていくにつれてね、まあ、逆転同点とから当然厳しくなってきますから、まあ、この7回のポランコ選手のホームランがもうダメ押しになってしまったのかなというふうには思いました。 まあ先発青山投手が試合を作れずに、打線もなかなかやっぱり点を取ることができなくて、さらに中継ぎ陣がまたさらに点差を引き離されてしまうという形になりまして、まあ今日はやっぱりね、先発中継ぎ打線ね、それぞれやっぱり良くないところが出てしまった、負けるべくして負けた試合だったんじゃないかなというふうには思います。 それでは個人成績振り返っていきましょう。まあ今日はね、昨日とはそんなにオーダーは大きく変わらず、キャッチャーのところが住谷選手から告げ選手になったという感じでしたね。まずは1番の源田選手から見ていきます。源田選手ね、まあなかなかこう、ヒットは今日出ることはなかったんですけれども、 ま、守備でね、好プレイ見せてくれましたし、ま、本当にね、二つの守備で、え、しっかりとピッチャーを救うことができました。まあ、二つとも本当にダイビングキャッチですよね。まずいきなり初回一番バッター高部選手のショートライナー飛びついて取りました。で、さらにはね、ランナー二塁のところで安田選手のセンターに抜けそうな打球をね、飛び込んで、その後すぐ一塁送球したアウトにしました。特にやっぱりこの安田選手のプレイですよね。これ抜けたらま、一点入ってたプレイなんですよ。まあ、結果的にその後点取られちゃってるんで、 まあ意味なかったといえば意味なかったのかもしれないけれども、まただやっぱりね、あそこをしっかりと追いついて、しかもちゃんと立ち上がって早急までいい送球するっていうところがすごいですよね。追いつくだけでもすごいのに、その後の早急も正確。しかもあの時めちゃめちゃ雨降ってたんですよ。その中でも送球ううに一切の乱れなくて、あれだけスムーズなプレーをできる。もうさすが源田選手だなというプレーでした。まあ正直言って、今日もうこの2つのプレイ見れたのが、まあかなり良かったかなというところですね。はい、続いては3番、ひ間選手ですね。ひ間選手はね、マルチアンダー含む 3出類ということでね昨日もマルチアンダー1打点ということで非常にねここ最近調子が上がってきている中で今日もねマルチアンダー打ちましたしさらにはねフォアボールも選んで3出類ということでした そしてね、今日はライトの守備でもね、補撮二つということでね、講師にわたって非常に活躍をしてくれていてね、まあ、この源田選手、昼間選手がね、本当に守備でしっかりとね、ピッチャーを守り立ってくれたっていうのはね、良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、個人的な昼間選手がね、今日の MVP と言っても過言ではないかなというふうに思いますね。はい、続いて4番の山村選手なんですが、今日4打数0安打ということで、ちょっとね、苦しい結果になってしまいました。 ま、特に直近5試合の打率を見ると1割5輪ということでね、やっぱりなかなかちょっとここ最近調子を落としてしまっている。昨日マルチアンダでね、復調するかなというふうに思いましたが、なかなかね、そうはいかないところで、最後の勝負どころでも、まあ、ゲッツーということでね、チャンスを潰してしまったところもありました。まあ、4番をね、しばらく変えるつもりはないと言っていた渡辺監督代行ですが、どこまで山村選手の4番を我慢していくのかも注目です。はい、続いて5番の戸野崎選手。まあ、戸野崎選手ね、昨日はちょっとね、講師ともに制裁を変えてしまったという話 をしましたが、今日はその悔しさを晴らすべく素晴らしい活躍でした。三出トリーにツーランということでね活躍を見せてくれました。まあこの調子で明日以降も期待していきたいと思います。はい、それではねキッス選手ですね。キッス選手はまあ今日のーヒートで気容に応えられずということでね、まあ7月今日で終わりましたけれども結局この7月はダリーズ1割3分2連ということでまあかなりねこの7月低迷してしまいましたよね。 交流戦、まあ、6月あたりはね、結構ね、打線の核として活躍をしてくれていてですね、まあ、打率も本当に2割6ピ OPS もて7中盤ぐらいまで、ね、残してくれていたんですけれども、まあ、この4月一気に休校下ということになってしまって、スタメンを外される試合もかなり増えてきましたし、今日も結局途中でね、代打を出されてしまうという結果になってしまいました。もしかしたら登録抹消ってところをね、次のカードからは試合に入ってくるかもしれません。 はい。そして今日スターメンマスクのつげ選手ですね。ヒットはね、出たんですけれども、やっぱ非本塁打4本ということ、さらには同じバッターに3本打たれてしまったというところは、まあ守備面として当然キャッチャーであれば悔しさは残るんじゃないかなというふうには思います。あとやっぱ気になったところはちょっとフレーミングですね。まあ結構ミットを下げる動作っていうのが、まあ、見ていると散見されました。 やはりね、そういった部分で、ストライクになるのか、ボールになるのか、結構変わってくる部分もあると思いますから、そこの精度というところも、もう少し上げていけるといいのかなというふうには思います。まあ、あと、奥村選手、ガルシア選手の村大地選手がね、ちょっとローヒートということで終わってしまいましたが、まあまあまあ、この3にはね、まだ若いですから、 ま、あ一試合でノーヒットだっただけではね、まあ、そんなにね、特に言うことはないかなというふうに思います。また明日ね、佐々木朗希投手、後投手相手になりますけれども、若い選手がね、ちょっとでも立ち打ちしてね、えー、点を取れるように頑張っていってほしいなというふうに思います。続いてはピッチャー陣見ていきましょう。まずは先発の青山投手、4回73球8安打1奪三振1フォアボールの4失点ということでした。 まあ、青山投手はね、今日とにかく空振りを取ることができませんでした。まあ、いつもの青山投手だったら結構スプリットでね、空振りを取るってい話。まあ、大体スプリットの空振りいつもね、本当と20%前後ぐらいはね、残してくれる青山投手なんですけれども、今日はとにかく空振り取れなかった。73球のうち空振りたったの3球のみで、スプリットで奪った空振りは1個だけ、残りの2つはストレートということでした。まあ、序盤からやっぱりね、そういうのもあって、球数がかなり霞んでしまって、苦しい投球になってしまって、結局5回を投げ切ることができなかったということだ あとはやっぱ普段はね、カーブでも結構カウントをね、整えたりしているんですけれども、そのカーブでもなかなかね、取る、カウントを整えることができず、まあポランコ選手にカーブを避難してしまったというシーンもありました。 まあ、まっすぐの球速はね、めちゃくちゃね、出るわけではなくて、そこで制圧できる力はない分、やっぱ変化球でね、しっかりと空振りを取ったりとか、カウントを整えていきたいところなんですけれども、今日はね、やっぱ失投だったりとか、ちょっと引っ掛けたりとか、抜けてしまうボールっていうところもね、ちらほら多かったのかなというふうには思います。まあ、まだまだこれからの選手だと思うのでね、また次回登板以降期待していきましょう。はい、続いては2番手水上投手、2回を投げて3安打1打三振1失点ということでした。 まあ今日はね、左のバックドアのスライダーはかなりよく決まっていたなというふうには思いました。まあ1イニング目はね、しっかりと無失点に抑えてくれたんですが、まあ2イニング目に失点をしてしまった。特にこの失点がね、トロサ選手のツーランホームランの直後だっただけにかなり痛い失点にはなってしまったのかなというふうには思います。まあ打たれたボールはね、難しいボールだったので、まあ正直仕方ない部分もあるかなというふうには思いますが、まあ左バッター佐藤俊也選手、そして高部選手、藤原選手、この3人にね、打たれてしまったんですけど、 ま、結構スライダーはね、いいとこに決まったんです。左バッターに対する。ただですね、やっぱりシュートですよね。左のインコースにやっぱシュートを投げ込めなかったというところ。まあ、フロントドアのシュートを、まあ、インコースで投げきれなかった。まあ、あるいは、つげ選手もあんまり要求していなかったというところはあったんですけども、そこがね、やっぱり、そこを一球見せていたら、まだちょっとね、高部選手も佐藤とし選手、藤原選手も、結果は違ったのかなというふうには思ったので、まあ、ちょっとそこがね、正直苦しい部分にはなったかなというふうには思います。 続いてはね、3番手、ヤン投手ですね。ヤン投手今日はね、自己最速159キロをマークしてね、しかも三振もしっかりとねえ、2つ奪ってというところで、内容的にはそんなに悪くなかったんですけれども、まあ、通行の被弾ということになってしまいました。 まあ、ポランコ投手ね、に、まっすぐを2球続けて、まあ、その2球目のまっすぐを打たれてしまったという形になったんですけれども、まあ、完全に力負けをしてしまったという形ですね。なので、まあ、仕方ない部分も正直あるかなというふうに思います。まあ、逆方向に飛んでる分若干させてはいたんだけれども、まあ、ポランコ選手の押し込みが勝ったというところでしたね。まあ、もう少しね、変化球でポランコ選手相手に慎重に行きたいところはあったと思うんですが、 まあ、とにかく今日のポランコ選手波に乗っててですね、まあ、カーブをうまく拾ってね、ホームラン打ったりとかっていうこともしていたので、まあ、それもあっておそらく変化球をね、低めで勝負っていうことがなかなかできなかったのかなというふうに思います。あとやっぱりヤンとしのまっすぐが今日かなり急速出ていたっていうところで、まっすぐをね、優先的にピックしていたっていう可能性もね、あるのかなというふうには思いますが、まあ、正直言ってあの勝負に関しては仕方ない部分もありましたし、 今日のポランコ選手本当にすごかったので、まあそこに尽きるかなというふうには思います。はい、続いてはね、松本渡る投手です。今日松本渡る投手はね、まあ一回三者凡退という形にはなりましたけれども、今日かなり急速出ていましたね。自己最初154キロ何回もマークしていって、さらにまあ全て151キロ以上のまっすぐを投げておりまして、 かなりま、まっすぐの休息、切れも含めて良かったんじゃないかなというふうには思います。ただね、ま、今日最後4点差ビハインドの場面でね、長打を許してしまったというところ、結果的にね、藤原選手3塁でアウトになりましたけれども、まあ、思いっきり左中間破られているわけですよね、打球としては。まあ、やはりね、序列がちょっとずつ下がってきてしまっているというところは、まあ、こういった部分が容易にはなってくるのかなというふうには思いますので、まずはしっかりとね、このビハインドのところでね、いい結果、いい内容でね、え、終えられるように今後も頑張ってほしいなというふうに思います。 はい。今日に関してはね、まあ、ピッチャー陣もね、先発も打たれてた、中継も打たれてというようなゲームになってしまいました。まあ、先発の失点だけに止めることができたら、まだね、逆転、同点の望みあったかもしれない。まあ、逆を言えばやっぱ先発がもうちょっと試合を作れていたら、もしかしたら勝ったかもしれない。まあ、そういったゲームだったんじゃないかなというふうに思います。 まあ今日はちょっとね、まあピッチャーも野手もなかなかうまいこといかなかったので、また明日ね、与座投手、佐々木朗希投手ということで、かなり厳しいマッチアップになることは予想はされますが、まあ佐々木朗希投手も怪我明けっていうところもありますし、 なんとかね、ちょっとでも打線の方は立ち打ちしていけるように、さらに技投資に関してはね、もらったチャンスですから、しっかりとここで結果を残してそれを活かしていけるように頑張っていってほしいなというふうに思います。明日もね、まあ、実況生配信もやっていきますので、またね、一緒に応援したいという方はぜひ来てください。はい、今日も最後までありがとうございました。 はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話ししていきますえ。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。Twitter も毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。